乗っていただいて、はい、どうぞ、相馬さん、ん、ああ、はじめまして、はじめまして、知人の相馬です。出た、相馬さんの外交モード出た、はい、外交モード入りましたね、人見知りモード。相馬ひかるのね、仲いい女性ということで、はい、審査しに来ましたよ。お願いします。かっこいいですね。うん、いい子だね。100点、ルールが良くて褒め上手だから100点よ、これ。実物のがいいですね。あ、もっといいわ。それ一番嬉しいことやね。うん、それ同い年ですかね。同い年か。同い年か。わ、あ、じゃあ年下なんだ、ヒカルは。そうですよ、わかりました。そう、まあ、それも相性いいな。てか全然人見知りせんくないするって言ってたよ。俺の女が勝手なイメージなんですけど、はい、あの人の女の人は全然大丈夫なんです。力の女ってイメージがあるんで全然大丈夫なんです。僕にワンチャンあるかもって思うと僕緊張しちゃうんですよ。なるほどね。絶対ワンチャンないじゃないですか。もう余裕です。ここで僕は判断するんで。なるほどね、はい、そうやって切り替わったんです。そう切り替わって、だってもう全然違うじゃないですか。でエミリーだけワンチャンあると思ってたんですよ。なりますよ、確かに。あ、そういうことですね。エミリーはちょっとワンチャンあると思ったのかな。今ちょっとその理論って自分で震えちゃった。俺そう思ってたんだと思って。やっちゃった、やっちゃったわ。俺エミリーおやばいね、俺怖ヘラヘラとかもやっぱ緊張したんですけど、ヒカルとセットのイメージがあるからかな。もうコラボせえへんもんな、ほとんどこの光景が結構レアやん。ないっすもんね。ないや、 YouTuber とだって映るの自体があんまなくない。そもそもこの YouTuber とコラボしたことあるんですか。ないですね。ヒカル以外ないんですか。ヒカル以外興味ないですもんね、だって。はい。そうですよね。どこでヒカル知ったんですか。ラファさん、ラファさんがいきなり、あなたちょっとちょけるじゃないですか、はい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 、でラファさんがストーリーでいきなり1週間モンリョさんを待ち受けにしますみたいな。あ、やっとったね、それやっとった。いきなり何の前触れもなくちょけ出して、それに対して私がリポストみたいなんで、あ、ラファさんありがとうございます、はい、でも私ヒカルさんのファンですみたいな。ちょけたら本気ですかみたいな、紹介しましょうかみたいな、はい、が始まりなんですよ。ヒカルさんのファンだったのは本当なの。いや、ほんまです。それずっとファンだったの、動画見てて。いや、顔がね。そう、動画の内容とかよりは見た目の話で。顔ファンなんだもん。そうです、そうです、顔ファンです。珍しいんですよ。内面が好きって人多いもんね。まあね、大体はね、稀にいるめちゃくちゃ顔がドストライクっていう感じですよね。それがたまたまモンリョだったっていうパターンですよ。すごっ。僕はキャバ嬢の世界あんま知らなかったんで、名前は聞いたことあったんですけど、昔猫が犬を助けたみたいな、なんかそれ話題になってて、おおお、犬ね、まあ、こんな人おるんやなぐらいのレベル、うん、で知れば知るほどモンリョってすごい人だったんやなっていう、もう後々知っていくっていう感じです、僕の場合は。動画とか見ててもサプライズとかやばいもんね。男が女にする。あ、見ました、その場合。いや、まあ、予習でちょっとさっき見てたんですよ。怖いなって思って。怖いな。普通の YouTuber の感覚だったら、もうあれ分けなくちゃもう元取れないじゃないですか。まあね、元とかじゃないんだって。再三考えてないです。全然考えてない。 YouTube で稼ごうと思ってないってことですね、そもそもね。そうです。だって私 YouTube やらんって言ってたんですよ、そもそも。なんでやったんですか、それを。やったらみたいな。勧められたからみたいな。そうそう、でやるやったら、どうせやったら夜のキャバ嬢の世界やったらナンバーワンいいなっていうので、いろいろアドバイスしたら、ほんまに一番ですよ、登録者で言ったら。確かめちゃめちゃすごい。再生数もめっちゃ取ってるしね。ファンがね、すごいんですよ。量様ですから、相性が。俺も聞くもん、やっぱ。ヒカルの動画で見ましたんですよ。あ、ヒカルファンなんですかって言ったら、いや、モンリョさんのファン。あ、そう、なんかその、免税して言っとって、免税しての女の子が、ヒカルさんの動画見ましたって、ヒカルのファンなんですよって、量様ですってなるらしい。ニューハーフ風俗ですよ。ニューハーフ風俗とかね。でもそのパターン多いんですよね。そうです。あ、でもニューハーフの人でモンリョさんは多分、俺が行った中でも3人ぐらいいたんで、ニューハーフの人からも人気あると思います。すごい。実際俺も多いですよ。そうでしょ。女性票が超強いんですよ。一部の分野からの受け方がすごい。知名度で言ったらそれはもちろん俺の方が上かもしれんけど、うん、ある一定の界隈ではもうめちゃくちゃ有名やし、支持されとるっていう感じが。アシスタントの子も好きやもん、うちのアシスタント。そういえば男の人です。女の子です。あ、やっぱ女の人ですよ、ね。あ、そうなんです。男から好きって言われたことないですもん。そうなんですか。マジでないです。いや、女の子めっちゃ好きなんですよ。女の子がかっこいいってなる。確かにね。堂々としてるもんね。女帝感ですよね、だから。確かにね。ヨウタンマーのコスプレさせたらめっちゃやばいと思うけど、俺毎回言ってたんやけど。でもピンクダム読まへんからさ。でも俺読めっつったのに、ヨウタンをとりあえず。あ、そこはもう読んでくんないんだ。読まへん。やっぱ文字が読めへんから、あんまりちゃんと。文字が読めへん。アニメは見れるんですよ。アニメ漫画は読まないですよ。だからめちゃくちゃ流行ったり読める。そうそうそう、キングダムも挑戦したんですよ。最初の合戦みたいなところでもうダメになっちゃって。はいはいはい、でキングダムアニメは確かに、ね、にくいんですよ。キングダムはね、しかも男性向けなんですよ、まあ、ね、映画。だから呪術廻戦とか東京リベンジャーズとか鬼滅とかはちょっと女性向けの絵じゃないですか。だからちょっとやっぱ見やすい。キングダムも男臭いもんね。そうなんですよ。確かに。でもヨウタンマーのコスプレだけでもしてもらえばいいじゃん。教えてくれたらいいよ、うん、知らんからです。でも見て、あ、そうそう。でも俺似合うと思うけどな、多分。見た目が似合う人っているかもしれないけど、その雰囲気が似合う人っていないよね。まあね、うん、山の方ですからね。山の方ですからね。でもそれやって再
勢取れんかったらさ、やばいくない？別に自分でさ、やりたくてやったわけでもないのに滑ったみたいな。あれはでも伸びると思うけど、陽炭は再現度によっては再現度だと思う、めっちゃ、うん、映画とかのタイミングとかなんかのタイミングで出したらマジやばいと思う。それともヒカルがバジオみたいな感じで出すとか。俺タシフ。いや、じゃあ3人でやります。それはいいですよ。俺タシフ。俺はバジオ無理でしょ。バジオだってムキムキっすからね。そこでやっぱ隣2人でいないとさ、ヨータマン隣にはやっぱソフトみたいな人がいるんですよ。2人とも仮面かぶってるから。嫌でしょ、こんなボヨ中年太りのタシフ。嫌だった。大丈夫、寒くない？うん。え、これなんの、みんないろんなゲストを呼んでるみたいな。さっき花尾さんおったよね。おー、知っとんやん。うん、初めて見た。花尾はなんか50万人のユーチューバーを呼ぶっていうミッションがあって、それでちょっと花尾呼んだ。へえ。モンリョウはもう名指しでモンリョウに挨拶をするっていうミッションがあったよ。まあ大阪通るんだったら挨拶しないとねっていう。あ、相馬さんが。そうそうです、会ってみたかったんですよ。でやっぱそう、こんなに聞かれて会ってて、女性でそんな相性いい人って多くないじゃん。俺だって今唯一ずっと定期でコラボしてる女性ユーチューバー、女性ユーチューバーって感じじゃないけど、モンリョウだけやからな。でも私、まあ、ちょっとライバルもね、ヒカルの隣にふさわしいんだっていう。ライバルね。そこね、ライバルし、でもさ、ちょっとさっきも言ってたけど、花尾もヒカルは超強いですよ。はいはい。でやっぱヒカルをやろうよみたいに言ったら、俺絶対負けたらもうヒカルさんの顔合わせられないですみたいな。ヒカル終わったら参加しますよね。え、したいです。めっちゃおもろくない？ヒカルをね、ヒカルは花尾とかさ、モンリョウさんと来てもらって、はい、そこで誰が一番好きなのか。え、したい、めっちゃ面白そう。それめっちゃおもろいよ。そもそも出てくださいね。俺出んの？ヒカルを。俺そもそもでも結構知ってるでしょ、言っても、うん、俺忠誠心は薄いよ、でも。まあまあ、そうでも知ってはいるでしょ。確かに確かに。関わった時間の長さで。そしたら他にもメンバー行ったらめっちゃおもろくない？まあね、結構みんな本気でやる。俺優勝賞金出たらもうマジ本気やる。それしましょう、じゃあやろうか、うん、楽しそう。花尾と門梁の絵ももう謎でしかないもんな。花尾とかもマジガチだったから、さっき俺絶対負けられないですって言ったの。温度感で絶対負けられないですもんね。はい。すごいね、やっぱね。だからスキンポイントでハマる人はやっぱヒカルハマるんだね、やっぱね。その他どうすか、門梁会ってみての。めちゃめちゃ喋りやすいです。もっとなんか喋りにくい人なのかと思ったら、めっちゃ言われるんですよね、それ、なんかやっぱそのオーラがあるから、なんかすごい喋りにくいかと思ったら、めちゃめちゃ話聞いてくれる。喋りやすい、めっちゃ最高っすか。最高だね。でも女興味ないんですよね。いや、女興味あるわ。ないんだ。女興味ある。チンチンに興味あるんですよ。チンチンは好きなんです、はい、基本的に女の子好きなんです、はい、だからその門梁さんとかにチンチンついたら最高って話なんです。でも私結構オカマ疑惑かけられてて。え、本当ですか？結構言われますよ、元男やろみたいな。多分声なんかな、分かんないですけど。俺っていうから違う。ああ、知らん人とかは、こいつ絶対元男やろみたいな。まあ、僕にとってはプラスでしかないですけど。プラスでしかないです。そんなの、まあね、それはしょうがないです、はい、いやでも本当にそう思ったより話しやすくてめっちゃ良かったっす、本当に。話しにくかったらもうきついなと思ってね。確かにね。そうそう、やっぱヒカルのこと好きすぎ、ヒカルとしか喋んなかったりして気まずいやん。気遣ってもらってすげえめちゃめちゃ。めっちゃ喋りますよね、みんなと。あ、そうなんですね。めっちゃいい人や、本当に。いい人っていうか、喋るのが楽しい、みんなとワイワイで。キャバ嬢やってないですよね。やってないです。普段何してるんですか？ YouTube ずっとやってるわけじゃないですよね。あ、シャンプー屋さんです、普段は。あ、シャンプー屋さんなんですか？はい、それだけです。僕が使ってるシャンプーとか。シャンプー屋さんっていうのもなんかちょっと、それで OK なのかどうかわからんけど。シャンプーを作って売ってる。あ、そうなんですか？相馬さんにもね、プレゼントしようかな。シャンプーですか？あ、僕めっちゃ痛んでます、ね、うん、めっちゃ効きますよ。え、マジっすか？じゃあめっちゃいい匂いしますよ。え、マジっすか？めちゃめちゃ欲しい。送ります。え、いいんですか？はい、全然。あ、すいません、ありがとうございます。呼んでもしまって、シャンプーもくれて、はい、ありがとうございます。門梁さんのなんかグッズがあると思って、門梁さんのやつ欲しいみたいなアシスタントも言ってたのシャンプーだったの。あ、グッズとか作ったことない。なるほど。アシスタント誰ですか？多分スーさん。あ、スーさん、門梁見とんや。私相馬さんの動画見たやつありますよね、2個ぐらいで。ルーレットのやつ。ルーレット。あ、フードかやつ。あ、そう、おばあちゃんのやつと。ああ、麻生さんです。はい、麻生さん。あ、そう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 。麻生太郎。麻生太郎に似てる。麻生太郎。麻生太郎でしかない。麻生太郎の話めちゃくちゃおもろかった。そうなんです。女性風俗行ったら過去一うまかったんですよね。いや、過去一うまかった。うまかった。めっちゃうまいです。しかもやっぱすごいんですよ、もうストーリーが。だから40歳から始めてるんですよ、風俗。そうですね、遅咲きの。遅咲きで、でも子供養うためにやってるっていう。それの話を聞かされた後にめちゃめちゃうまいフェラフェラで。なんかその不思議な感覚で、めっちゃおもろいじゃんそれ。まあ確かにそうです。で、6000円ですから。あ、なるほど。っていう話をしてたんですよ。それ聞いてたんですね。それとヒカルさんが出てるやつ。あ、なるほど、ね、それ麻生さん引き強いな。すごいヒカルレベルってことでしょ。すごいな。あれもでも女性から言ってもらえる。やっぱ女性から見てるって声が多い。面白いですね。やっぱあんま経験できないからですよね、多分ね。男はやっぱいけるやん。女の人はなかなか女性用風俗行くとかないもんね。びっくりして、それなんだ。
あれ、マリアさん見てんな。はい。いや、嬉しいね。そうっすね。インパクト強くないとダメなんだろうね。うん、次にも出したの、実は。それはでもそんな派手なの、やっぱ。マンネリなんですかね。それはマンネリもあるし、ちょっと塾行ったんだけど。クニの塾があって。そこ行ったんですよ。あ、点数つけられてないですね。点数つけられました。50点でした。リアルじゃないですか、めっちゃ。はい、リアルですね。俺50点でした。え、女の人ともそういう行為はできるんですか？え、ガンガンします。あ、いけるんや。男だけしか無理やと思った。違うんですよ、僕チンチン好きなんですよ、だから本当に。理想は男の子が好きで、女の子の見た目した男の子が好きで、でも別に女の子でも全然 OK みたいな。うん、もう基本的に女性好きなんですよ。ただ性的な部位として、だから女性イコール女性器じゃないんですよね。うん、男性器の方が好きなんだけど、性器で言ったら、うん、性別で言ったら女性の方が好きなんですけど、おっぱいみたいなもんですよね。男がおっぱい好きな感覚で、そもそもは俺がチンチンたまたま好きなだけで。え、じゃあ彼女さんとかも作れるってことですか？彼女しかいたことないです。あー、なるほどね。だから彼女にチンチンついてたらいいなとは思いますよ、それは。でも別にそこは精神的に好きじゃないですか。セックスも別にできるし好きなんで、ただチンチンは好きだよっていう話ですね。チンチン好きってあんまりいないですもんね。モンリョの周りがあれやった。相馬さん好きよな、結構。そうなんです。そうだから、ずっと絡んでくれみたいな。うちのマネージャーとかも。あ、マネージャーさっきのイカツイ人ですか？あのイカツイ人です。デブですが、ずっと相馬さんと出ほしい。二人コラボね。二人コラボ、すごい。いやいや、これって確かに2人をちょっとね、まだ緊張して何するんやろとはなるだろ。2人、俺2人だったら無理だわ、多分。2人だって緊張、今光るわ。相馬さんとやったらじゃあコラボありな、私の初コラボ。光る以外。マジっすか。俺何すればいいっすか。確かに、何かしたことあるよ。ないない、引っ張ってもらわないと無理よ。俺が引っ張るんですか。はい、俺無理っすよ、そんなもうルーレットするしかないっすよ、2人でコラボってなったらね、嬉しいけどね。僕メンバーいるんでね、他のメンバーとかだったら。あ、そう、カルビいるやん。カルビもモルさんの子好きやん。ヒカルさんに似てる人。あ、ちょっと似てるんですかね。よく言われるらしいんですけど。一緒のやつに出てなかった。ヒカルさんが出てるやつに出てたよ。あの人もモルさん好きだから。周りでやっぱ好きな人同士が多い。なるほどね。いいことっすね。嬉しいことっすね。いや、嬉しいことっすね。はい、マネージャーさんが言ってもらってね。ただ二人きれいで撮ったら、俺確かにテンパるかもしれない。目見えないしね。二人で撮ると思ったらちょっと緊張し始めちゃった。ちょっと、ね、あ、意識しちゃうから、ね、ちょっと意識し始めました。ワンチャンあるかもってなっちゃうから、それはきついな。二人撮影イコールワンチャンあるかもってなる、まあ、すごいっすね。二人撮影イコールワンチャンあるかもでしょ。あ、なるほど。だから俺、女性 YouTuber と二人で動画撮ったことほぼない。へぇ、本物二人でカメラかけてますか。いや、まあ、もう、あ、俺あんまないけど、俺もなくない。あ、ディズニーの時に一瞬とかあったかもしれない。あんまないの、二人だけで。本物二人だけ。しにくいよね、それで。本番さんだけもやってみたいけどね、またドライブ企画とか。あ、 GoPro つけてね。めちゃめちゃ良さそうよ。やっぱ、ま、違うやん。前さんがおる中での会話と2人だけの会話ってまた違ったりする。確かに2人だったら喋らへんやん。あ、そうなの。でもさすがにカメラもあったし。そっか、動画ってなったら喋るか。2人だったら本当に喋んないんだ。まあね。へえ。でも俺自体があんま喋んないでしょ。確かに確かに。喋るとき喋りますよね、テーマがあれば。いや、でも仕事の話ばっかじゃない、基本。うん、ずっとビジネスの話をしてる。じゃあビジネスの話以外しないもんね、うん、プライベートで。まあでもそういうもんですよね。趣味がだって漫画を見うん、ゲームもしスマブラとかゲームもしてですね。その時のビジネスになるのか。ビジネスの話よくするけど、なぜかお互いでいろいろ報告し合っとっていう。そう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 、ビジネスの、そう、仕事の。へえー、こんだけ売れたよみたいな。そう。どんなこと。経営者仲間みたいな。いや、でもほんまそんな感じかもしれないですね。なんだ、独特な関係だね。じゃあね、2人ともね。まあそうそう、友達っていう感じでもないし。不思議だわ。なんかめちゃめちゃなんかカップルっぽいなと思ったけど、そういう感じでもないんだ。あ、そこはちょっとね。あ、言えない。ここは違うんだ。あ、まず相馬さん。あ、俺はまだダメだった。はい、そこはまだシークレットで。シークレット、いや、もうビンビンに合わせてるよ。そんなに合わせといてシークレットって言われてもな。そう、だからそれ大事だよ。そうだから、本当なのかな、どうなのかなって思うのが一番大事。確かにね、これが一番ウケるんですよ。確かに、はい、俺がちょっと甘かったわ。甘いっす。似合わせてるって感じで、はい、よろしいですか。だってそう思ったでしょ。本当にこれって思ったでしょ。いや、確かに思った。で、気になるでしょ。うん、でも今の感じでもそんな2人こうイチャイチャしてるわけでもないし、謎だなっていう。で、2人で会ってもビジネスの話しかしないでしょ。でもどう、ディズニーの時とかイチャイチャしてたやん。どういうことなんだろうなって。それだから俺はビジネスイチャイチャのことかっていうのは、それを見破るって言ってましたもんね。そうそうそう、ビジネスなのか本当2人はちゃんと仲いいのかっていう、はいはい、今のところちょっとビジネスよね。今のところ、ね、相馬さんの目にはそう映ってる。そう映ってるわな。ちょっと悲しい報告ですけどね。すいません。まあ、俺がいるからしにくいっていうのもあるだろうし ね見せるもんじゃない。前さんの前でイチャイチャしてるもん。僕はじゃあ、あれイチャイチャに入んないですからね。あ、そうなんだ。ちなみに、はい、イチャイチャってどれのことですか。カチューシャとかこうつけたりとかさ、ディズニーでさ。それは別にするでしょ。する。ディズニー楽しむためにはするでしょ。するでしょ。それをイチャイチャって言い出したらもう童貞みたいな気分。それはもう、いや、俺はほぼ童貞やもん。それイチャイチャに入んないでしょ、別に。そうか、
顔めっちゃちっちゃいです。小顔もめっちゃちっちゃい。僕小顔の人です。めっちゃちっちゃいです。確かめっちゃちっちゃいな。めっちゃちっちゃいですよ顔。確かに多分並んだらびっくりするかもしれない。確かに並ばないですけどね。大きいですか。いやそんなこと。え並んでるから大きく見えるだけじゃないんです。あ小さい人多いよね。前さんも前さんもちっちゃいよね。光兄弟ちっちゃいよね。光兄弟って言うと前さんいなくなっちゃう。前の兄弟ちっちゃいよね。確かに俺やっぱ小さい人好きなんですよ。やっぱ音量もだいぶ余計ちっちゃかったよ。あのリフトアップってバーンってこう、うん、リフトアップやると小さくなる。普通のリフトアップじゃないですよ。最先端リフトアップで化粧品持ってきてないからさ化粧直しできんか外されんのよ。めっちゃ綺麗よ。でもカメラの前じゃなくてこっちで見せよう。いいよ。めっちゃちっちゃいよ。やばいし。やばいっすね。なんで隠したのか男じゃ分かんないけど。えメイク直し持ってきてないんですか。マスクで蒸れてもうボロボロなんてこと。あそうなんですね。俺らには伝わらんレベルで綺麗だったけど。どうですか。そうなんですね。こだわりは確かにすごいと思う。まあ確かにね。こんなとこ気になるんやみたいなとこ。プロですもんねそこ。そう。すごい。これどこに向かってるの。高速乗った、まあ、兵庫県に向かっとるもん。兵庫県行って大丈夫なんですか。えいつ出発ですか。今日もう出発です。出発です。してます。24時間リムジン生活も、うんうん、もうの今10時間ぐらい経過してる。もう10時間ぐらい喋ってますよ。俺はだからめちゃ喋って今来てもらっ て, っていう感じ。なるほど。でも来てくれるとやっぱ全然違うよね。めちゃ楽、ありがたい、もう助けられると正直。あシャンパン。あシャンパンだそうだ。でもミッションがあってリムジンの中でシャンパン1本飲みきらないといけないってミッションがある。で俺らさ酒あんま強くないんだから。マジですか。忘れた。これ今これ大事するミッションですか。でも今メイク崩れるから飲めへんじゃん。ちょっと待ってよ。そんなの分からんレベルやで、ね、マジで。マジでこういう見る。私さマジで一瞬しか一瞬挨拶して終わりみたいなの思ってたからさ。あそうなんですか。そうです。えでも連れてくれたよマジで。うん連れてくれてる。本屋さんにキリン堂に時間はあるよ。そんなそこまで来れる。全然何でもあるよ。あよかったすごいよかった。えじゃあ飲もう。おぉちゃんちゃんに会いに行こう。1時間じゃ行く。えあそうなん。私も行きたいわ。もう挨拶やん。酒強いですか。全然強くないですよ。潰れないだけで強いじゃないですか。すぐ酔えた。じゃあそのまま飲みます。俺か。はいはい。ごめんなさい。すみません。行きます。はいはいはい。何キロのコールかけてるんですか。いやこれ硬いです。上に引っ張るんですか。上に引っ張るのかこれ。30分以内で終わるって言われたもん今日。その予定だったんですよ。その予定だったんですよね。
あ、マイス、マイス連絡やで、それ。あ、まあ、マイス。あ、マイス3つやな。じゃあ、マイスさんも。マイスさんも飲みましょう。マイスさん、またブルチになるんじゃん。出た誰に対して。マイスさん、まずあの動画みたいに。番号何回見た？3回。3回見た。マイスフルチンの動画。マイスフルチンちょっと俺見たいんだけど。てか、またさ、サブちゃんでも回してさ、飲みたいの、みんなで。やろうよ。普通にプライベート。やろうやろう。マイスさん、なんかちょっと似合うな、なんかちょっとなんか男が上がったかな。その時、相馬さんもやりましょう、じゃあ。はい、やりましょう。動画回ってない感じになったんですよ、最後ね。あ、最後の辺。それ飲み続けたんですね。痛かったな、それ。めっちゃおもろかったっすよ、フルチンの前だってめちゃくちゃおもろかった。ずっと集中攻撃されてたもんね。そうっすよ、一番面白いね、それ。マイスガチギリ、マイスガチギリ一番おもろい。いや、シャンパンどれぐらいですか？もう全然ですよ、3分の1ぐらい。飲みますか？あと、シャンパン好きなの？好きではないですけど。もうシャンパン以外で頑張っていいですか？じゃあ、でかいオレンジ。あ、あれも残ってるっすね。僕、ジタロウ行きます。ジタロウね。あ、俺大丈夫、俺大丈夫。ちょっと待って、手術しないと。あ、そのな、これ買いに来る？これとモルだったらどっちがいい？これとモルだったらどっちが欲しいですか？それは、トモさんですよ。あ、俺それ俺か。あ、じゃあ俺が、じゃあ俺が靴しよう、蓋の靴しようか。ちゃっかり自分のバレたか。バレるでしょ、バレたか。すごい。ただジュースって。俺が2000円分飲み切るから。多分開けれないっすよ、これ。栓抜きいるんだよ。え、ほら。ジュタロ面倒ってあるんじゃないですか？さすがリムジン、さすが。おお、ごめん、ちょっとなんかこぼれた。あ、いいよ。てか、オレンジジュース入れたいです、これ。待っていいですか？あ、それ美味しそうっすね。入れます？入れます。そういう技がある。飲みやすくなるそうね。いや、なんかリンゴ酢が一番いいんですよ。へぇ、シャンパン一瓶飲んで配達。酔うとかじゃない、シャンパンがもう苦手なの。気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪いです。ジュタロ持ってて。ジュタロさん、ビゴト行こう。だいぶ飲みやすくなった。でも確かに勝てへんようになったらちょっとぐらい酔わないとな。将棋じゃ無理でしょ。いやいや、本でも勝てやん、やっぱ好きやから。みんな好きよ、あれは。え、あんま面白い人いないでしょ。よっぽどおもろい動画が出た時に LINE するんですよ。そんな頻繁にせずに速攻しましたもんね、勝也の回の時。やっぱ勝也はね、レジェンド回ですかね。あの電話の時やで、一番最初の電話。やばかったね、やばい。最初の電話の時やばかったね。勝也の笑った顔、モザイクかかってるじゃないですか。笑った顔見たらめっちゃ面白いですよ。顔面白い。基本笑わないんですよ。勝也が笑った時になんか笑っちゃいます。勝也笑わない。しかもあんま笑わない。よく分かるので笑いました。ツボが分からない。ツボが喫茶店会いとった時に笑ってた。確かに俺よく分からない。喫茶店会いとやん。喫茶店めっちゃ面白い。飯をさっき食べてて動画回し出して、さっき言ってもどうやって言ったらめっちゃ笑ってますから。へえ、よく分かんない。僕が回してたんだけど、でもやっぱそれ見たら面白いですね。まあそうだね。めっちゃ嬉しそうな顔してるんですよ、本当に。あれ笑ってましたね。自分の行動突っ込まれたら笑うと思う。あ、でも実際その場にいたらもっと面白いですね。あれは結構反則系ですね。いや、めっちゃ見たいわ。いきなりそのストレート投げてくるんで、160キロ。いや、俺超楽しみだわ。画面より面白いの分かったよ、もう。ヒカルたち反応的に。あと俺、モンリョーと出会った時に女性相手した時の勝也見たことない。本当にないっすよ。これなんていうかな、性欲があるの？多分あるんですけど、立たないからやってないんじゃないですか。女好きっすね、はい、元々は。そうなの。でもそうですよ、それがきっかけであって。そこの遺伝を受け継いだのがやっぱヒカルですから。ああ、そういうことか。じゃあバイオクラ渡せばいいの？シアリ、シアリもうないよ、そのまま早く飲んで。早いな、いる？うん、いる、もう開いたよ。早い、ありがとう。うん、いや、やっぱモンリョーさんいてくれてよかったわ。いや、言っといてよって感じやけどね。これもマイサイコか。マイサね、これもマイサイコか。マイサはそういうとこミスするから。マイサそこも含めて、魅力だからな。マイサ飲ませるときめっちゃ嬉しそうな顔してる。普段飲まない人が飲むのいいよね。うん、マイサは多分そうない。モンリョそう。なんか前田さんがわけわからへん笑い方したところがシーンが昔あって、ラボさんの動画で。そう。もうあれ画面収録して送ったもんね。それが好きすぎて。ある種前田信者の処理でもあるかもしれない。前田さんが違う。どの動画か覚えてる、あれ。なんかあれや。コーディネートね。コーディネートやったの。そう。そこの前田さんがヤバかったんです。ヤバいです、マジで。でもそれはもうファンでもあんま分かってないっていうか。俺分かんなかった。でもめっちゃ壺に入ってた笑いであったっすよ。マニアックすぎるっていう。いや、ほんであとお化けのやつで、心霊のやつで、ちょ引っ張んなってみたいなのと、もう一個言ってたやつ、なんか発狂してたやつ。僕らとヒカル君が喋ってて、なんかもうじゃあここで解散みたいな感じで走ったんですよ。そしたら前さんが、おい、ここでそれなしやぞみたいな言って。いやし、ヒカルさんがもう疲れてて、初めて。え、そう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 、え、疲れた。あ、そうそうそう、
パニクりすぎて、あありましたね。で殴ったってことで、そう、マイスさんのあのパニックなってるところがもう好きすぎて、見たいなそれ。だからマイス一人戦で地面とかって多分大爆笑じゃん。いや私、俺もマイスさんより好きやん、やっぱ。まあね、マイスさんやっぱ面白いっすよね。マジで面白いマイスさん。でマイスの面白さ分かるのって結構マニアックなんですよ。そうそう、確かに。普段のマイスさん知ってないと面白くない。俺のことを2周ぐらいした人はマイスさんのこと好きになる。またまた多いかも。通好みだよね。裏笑いだもん。裏笑いですね。笑っちゃいけない人だから思って出てきちゃいけない。出てきちゃいけない。マイスさんってなんかね、やばいですよね。実はやばい。髪型も冷静にやばいし。意外と意識高いっていう髪型。どの色のシャツ着てんの。しかもロエベやからね。ちょっと待って、ね。しかもマイスがなんか3回ぐらい見たことがめっちゃ気に入ってる。めっちゃ聞いてますね。だからもうあの9月18日にロエベプレゼントする。嬉しそう。前様だから本領の誕生日な。覚えたお前。10月15日。わあすごい。すごい。はい、すごい。ほんまに覚えたんよ。はい。でもあったやもんな。本領のやつを見て。前様覚えてなかった。それきついな。でもいけるだけ言っといた方がいいんじゃん。すごい。だって給料半分やろ。そうそうそう。一回さ。あのマイスの倍返し見ようよ。でガチですごいの用意してさ、渡したらマイスの倍返しくれて。いや別にだって倍返しいらんもん。あのその反応を楽しむ。まあね、マイスさんがどれぐらいのファンとして。確かにそれ動画になるやん。マイスさんそんな盛大に言われることなかなかないないから。でもこの間超える言い割り方無理じゃない。まあ無理、それは無理やけど。それはちなくて大丈夫。でもちょっとすごかった。マイスの場合すごいやん。定期はね、マイスさんのその。じゃあもうあの16、17あたり開けてください。家族仕様のあれにしたいんじゃん。マイスさんの家族も込みでのお祝いとかって。めっちゃいいじゃん。あんまないよ。なるほど。家族に向けてのお祝いってやったら、マイスさんも嬉しいしね、それで。確かに。なんか考えます。ありがとうございます。急に頭がいっぱいになっちゃいました、ね、お返しで。マイスさん、自分がスポットライト浴びるの苦手なんですよね。確かに。でも、上手いから、こっちのメンバー。松潤も上手ない。調理すんの子。松潤も上手いんだ。めっちゃ。あでも、佐々木さんタイプじゃない。器用なタイプ。松潤と佐々木さんに挟まれて死んだんですよ。だから、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 そう、めっちゃ似てる。容量がいいタイプですよ、2人とも。極悪バッテリー、極悪バッテリー。マイスさん、もう締め殺しますね。鼻の色も似とやってます。ちょっとなんかちょっと極悪系のサウナ通ったのかなって。ちょっと極悪だから。注射器。気を悪いね。若干ねサウナ通いのワンチャンあるかなっていう。狂気荒感あるっすよ。強打者感あるんですね。ちょっとめっちゃでかかったしね。でかいですでかいです。あれ怖かったもん。コミュ力がめっちゃ高いんですよ二人とも。SUV 乗ってるからね。カイエン乗ってますからね。カイエン乗ってあれマジか。そうやって私の給料で買ったんや。ほんまですよこれ。もともとどういう仲なんですか。いやマネージャー仕様で私の一本柱なんですよ。だからそれであいつ調子乗ってくるし買って。私飲み終わりましたよ。あうん俺も飲むよそれは。シャンパン開きましたよね。もう開きました開きました。オッケー完成です。シャンパンミッションもう結構終わってきましたね。終わってきたよ。え何があるの。てかそれ気に入ってきてるやん服。やばいやろこれ。これさ持って帰りって言ったらさ、いや別に俺今度いらんからみたいな、そのままだけでって言ったの。ちょっと持って帰ろうかなと思って持って帰ってきたら意外にこっちだろ。めっちゃ楽やろ。意外にやって思って目立つしね。着ちゃってるっていうね。ミッションが22個中残り9個です。おえ、まあ、サービスエリアで1万円使い切れ、まあ、これもほぼ終わりかけ。終わりかけだね。弁天屋でラーメンを平らげろと有楽舎で店長にデュエルで勝てる。これがちょっとこれ結構むずいっす、はい、あと古本屋で好きな漫画トップ3紹介、あとゲーセンで何かしらの劇を撮れ、カルのお母さんに挨拶、母校神崎高校へ行け、元カルとのデートスポットへ行け、あの初体験の場所、初体験の神社に、知らん神社だ、あと光が働いていた工場へ行け、で一番のメインミッションが勝也に会う。いいでしょ、 DA で勝つのが超便利。一般の権力使ってさ、サレンダーさせてくれる。でもね、多分劇さえ立ってるの勝てますよ。サレンダーやばいっす。え、何時終了。9時までに終わりっすね。長旅や24時ぐらいまで関西編で、でどこまで追ってくれるかって。ここで一旦もうサービスエリア、ここでサービスエリアから一回ここで帰ろうと思って帰れるから、モンリョーさんのミッションはもう、ミッションクリアしたんですけど、十分やってもらったんで楽しかったですね。楽しかった、やっぱり面白かった。一人いるだけ全然違うもん、本当に違うわ。本当楽しかったです。全然眠くないもん。いや確かに眠かった朝日。ちょっと眠いタイミングが出ましたよね。ありましたよね。今シャンパン飲んでめちゃめちゃいい気分だ。そうだから鼻緒からの門料でもなんか元気楽しい。来た来たね。雰囲気変わりましたよ。変わった。やっぱりホテル来た。ホテルそのままセックスするよ。いやいや、さあホテルも用途がいっぱいありますから。アパね、アパ門料と見たらアパってめっちゃおもろくない。いやおもろい。
ちゃおもろいネタ、モンリューとアップホテル泊まってるんで、めっちゃおもろいかもしれない。食ってきた、うん、あ、それメモしとこう。はい、西宮まで来ました。はい、で、ここで、モンリューとはお別れで、はい、まあ、ありがとうございました。寂しいですよね、はい、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ってください、はい、頑張ります、ありがとうございます。マジでこれ拉致っすよね。一瞬って聞いてて、西宮まで来てしまったありがとうございました、ありがとうございました。サービスエリアでもそう、トモさんまた飲みましょう。あ、ぜひお願いします。ありがとうございます、気をつけて、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。マシさん、バイバイ、はい、ありがとうございました。